やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんにちは、ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。両チームピッチに散りました。さあキックオフです。華麗なドリブル、ゴール!エクセレントゴール。あっという間に先制点を奪いました。さあもう一度見てみましょう。動き出しが素早いです。これはちょっと危険なプレーでした。スローイン、さあここからどう攻める。スライディング、主審笛を吹いた。壁の選手を守っているんでしょうか。ヘディング、スーパーセーブ。シュート。シュート。振り損ねた。コーナーキックを得ました。さあチャンス到来。攻撃を組み立てます。いいパスだ。シュート。ゴール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 。ダイナミックゴール。確実に点を重ねます。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。動き出しは素早いです。さあどちらがボールを支配するのか。これはオフサイドでしょう。微妙でしたね。チャンス到来。ここで前半終了。
前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は2対0。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、サイド攻撃をもっと意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それではこの後の試合をお楽しみください。さあ後半戦が始まります。主審ファールを取りました。おっと、これはイエローでしょう。おっと、ファールを取られました。キーパーは指示を出しています。キャッチできない。コーナーキックになります。ボールの押しに嫌われた。サイド攻撃を見せてくれるか。おっと、ファールを取られました。サイドはない。さあギュー、見たか、ゴー。得点は3対0。さあもう一度見てみましょう。華麗なドリブル。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。試合時間は75分が過ぎました。これはコーナーキック。力が入らない。交代した選手がサポーターの声援を受けています。さあチャンス到来。果敢にスライディング。体を入れてきます。オフサイド。ちょっと飛び出しが早かったですね。ヘッドでパスを送る。流れを止めた。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。大量得点による一方的な試合展開でした。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。まあ、大差はつきましたが試合内容は悪くなかったと思います。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。